J-8 通戦闘機の同型機械、南東事件は2001年に海南東付近の南シナ海上空でアメリカ合衆国と中国の軍用機が空中衝突した事件である。中国側の戦闘機は墜落し、パイロットが行方不明になり、アメリカ側の電子偵察機も損傷し海南東に不時着したものの中国側に身柄を拘束された。この事件のため一時的に、 米中関係の軍事的緊張が高まることとなった。地図上の黄色い点が衝突した場所2001年4月1日午前8時55分海南東から東南に1 1 0トルの南シナ海上空の排他的経済水域上で中国国内の無線通信防止の偵察活動をしていたアメリカ海軍所属の電子偵察キー P-3E と 中国人民解放軍海軍航空隊小族の J-82 戦闘機が空中衝突する事故が発生した。そのため中国人民解放軍機が墜落し、パイロットが行方不明になった。一方のアメリカ軍偵察機は大きな損傷を負ったが、至近の海南島の飛行場に午前9時33分に不時着した。搭乗員は中国当局によって、 身柄を拘束された。EP-3E この時期の米中関係は険悪なものであった。これは1999年5月のコソボ紛争で、ナト o 軍の一員として武力制裁に参加していたアメリカ軍機がユーゴスラビア連邦共和国の首都ベオングラードにあった中国大使館をユーゴ政府の政府機関と誤認して爆撃した事件によって中国国内では、 ユーゴを支援する中国政府に対する意図的な報復行為であるとして国内で反米暴動が起きるなどの緊張が高まっていた。またアメリカのブッシュ政権が軍事拡張を続ける中国を冷戦後の戦略的競争相手として将来軍事的脅威になると指摘したため米中間の軍事緊張が高まっていた矢先の出来事であった。そのため中国側は アメリカ軍機が領空侵犯した上、わざと急旋回して中国機との衝突を招いたとして指摘し、一方のアメリカ側は空中衝突の原因は中国人民解放軍機の挑発行為であると反論し、搭乗員と機体の即時返還を要求した。また行方不明になったパイロットは以前から同様の挑発行為をしており、偵察機に極限飛行を見せたり、 操縦席から自分のメールアドレスを書いた紙を示していたとして、米当局では有名なパイロットであった。このような中国人民解放軍機のパイロットによる上下を一した行動があったと主張した。しかしながら、米国は中国に謝罪する日通の書簡を送り、5月24日に機体変換の合意が発表され、乗員も釈放され、事件は決着を見た。ただし、これも、 中国側が中期業を請求するなどハップニングがあった。アメリカの電子偵察機は富士にまでに収集した。情報などは抹消したと思われるが、中国側によって機体調査が行われたため、アメリカ軍は偵察システムの変更を余儀なくされたとも言われている。結果的に事件の原因は、米中のいずれまたは双方に原因があったのか。 ただの偶発的に発生した事件なのか、中国や米国の意図的な挑発なのかは明らかではない。アメリカ同時多発テロ事件後は、米中が協調し始め、ブッシュ政権は中国を戦略的競争相手から責任ある利害共有者に位置づけを変えた。ありがとうございます。